会総合訓練シナリオこのように続いてご説明していきます。今度は中に入って中に人形、まあ、救助者と見立てた人形がありますので、水は乗せないで救助隊の後ろについていただく形で、事務所より出火、現在延焼中、さらに初期消火活動中に職員2名が逃げ遅れた模様。消火活動開始しろ。はい、1番2番員西側ホース延長、あの水の中とかに結構入っていったりしたので、初めての経験でかなり勉強になったなと思います。ですね、手順は頭の中に入ってて作業したんですけれども、実際にやってみると、そのなんて言うんでしょう、放水の向きとか、合わせるのが大変だったり、あとはペアになった方と力を合わせていくときに、そのコミュニケーションがうまくいかなかったりとかして、ちょっと苦労しました。自分の会社に戻りまして、この訓練の内容を社内に展開していきたいと考えております。